Jennifer Gilbert of the Jennifer Lauren Gallery travelled on a research trip to Japan in April 2023. She spent time in the workplace of Norimitsu Kakubo, a mushroom factory, in the home of Norimitsu Kakubo, where we looked at new and old drawings of varying sizes, and finally she held a Q&A over a delicious meal. Although Jennifer has met Kakubo before, she learned so much, feeling that some should be shared. はい、その時の状況によって、まあ、楽しかったりしんどかったりと、まあ、結構気まぐれな感じですね。そうですね、まあ、ジェニファーさんがおっしゃったように、まあ、周りから埋めて書いた方が確かにそのやっぱり一度書いてしまったところはやっぱり手を乗せたりとかできないので、やっぱり空いてるところは書いた方が書きやすいので、まあ、ジェニファーさんがおっしゃっていることは正しいんですけど、それは作品のサイズによって絵の内容によっても違いますし、まあね、おっしゃった通りの場合もあれば、まあ、まあ真ん中から書いたりしたりとか、端を変えてまた端を変えたりとか、まあ、その時によって変わりますね。ちょっと違いますね。やっぱり、まあ、主にその絵を描くときは、ランドマーク的なもの、メインのものを描いたりして、もしくは自分が作品の全体を見て、こちらの向きが妥当と判断した方を正面にしてますね。で、基本的に私には天地左右がないので、表向きはこちらの向きであったとしても、逆にね、天地左右関係なしに描いてるものも無数にありますし、まあ、必ずしもその、まあ、この決められた方の向きが、まあ、正面とは限らないですね。特にその、そこの定義っていうのはあまりなくて、ただランドマークとか、その時の気分で、まあ、考え、変えてるって感じです。はい、鉛筆って言っても、まあ、アートに使うボールペンとか、いろんな種類があるので、その中でやっぱり、特に自分が好きな色、まあ、例で言ったら黄色、あとはワインレッドとか、ターコイズとか、そういうものにやっぱりこだわって描いたりはします。それで、最近はボールペンだけ、鉛筆だけじゃなくて、ボールペンとかそういったものを使って、なんか色の線を描いたりとか、そういうのはよくするようになりましたね。やっぱ細かい作品なんで、まあ、確かに色鉛筆もいいんですけど、やっぱり細かい作品のここには細いカラーボールペンとかを使って、まあ自分の好きな色で絵を描いたりとか、そういうことはします。それはまあ自分の絵を描く街、まあ地図ですけど、街のスケールとか、まあこうなると自分で予測する街の大きさとか、その時のまあ気分とか、その時の状況に合わせて自分で考えて切ってますね。気持ちが余裕があるし、前の作品なんで、気持ち、だいぶ隙間が空いてると思うんですけど、その、絵の、書いてるものの、説明を、名前とかを書いたりしてます。まあ、ロゴみたいなもんですね。その上で、今はもうそういうことはほとんどせずに、逆に書くんだったら、絵の中に看板とか建物とか書いて、そこに実際にある看板と同じように、表現したりとか、そういうふうにはします。ありますし、今がそれがもう何年も続いている状態ですね。学生自分に大きな絵をいくつも描いた状態で、途中のまま放棄したやつがいくつもあったんで、実質もまだ未だに完成してない状態が続いてて、まあ、わかりやすく言ったら、スペインにある、サグラダ・ファミリア大聖堂みたいな、あれと同じような感じですね。イヤホン、まあ、一人の時とかやったら、ステレオ、ゲーミングステレオ、ステレオで、ミュージックを聴いたりとかしますが、
ちょっとあのマニアック、国歌を聴きますね、世界中の。日本人やから、日本のイメージがある、日本の国歌を聴くイメージがあると思うんですけど、実はそうじゃなくて、実はイギリスとかオランダとか、で特にオランダもほやし、ノルウェーとか、カナダとか、世界中の国歌を聴いたり、よくします。まあ、ちょっとまあ贅沢というか、現実に難しい話なんですけど、できればオランダ、ヨーロッパ、あっちの国って結構民主主義というかリベラルが充実してるじゃないですか、福祉とか、まあ、障害のある者としては住みやすそうなイメージがあるから、やっぱり憧れの場所でもあるし、やっぱ自然とかもあるから、やっぱりそっち、そういう国へ旅行がてら旅したり移住できたら嬉しいなっていう気も夢はありますね。